私が思う日本酒の魅力は、あらゆるお食事に合わせられる、もう究極の食中酒だというふうに思っているので、ぜひいろんなお料理と合わせて日本酒を楽しんでいただきたいなと思っています。やっぱり何より、日本酒を美味しく楽しんでいただきたいというのはもちろん一番にあるんですが、ぜひ日本にも足を運んでいただきたいなと思います。酒蔵を訪れて、ぜひそのどうやって作られているのかを目で見て、日本の美味しい料理と一緒に日本酒を現地で味わってほしいなと思います。2022ミス酒ジャパンは滋賀代表磯部梨沙です。2022ミス酒の磯部梨沙です。昨年の最終選考会でグランプリをいただいてから、今年ミス酒の日本代表として国内外のイベントに参加させていただいています。ミッションは日本酒をはじめとする日本文化の魅力を国内外に発信するアンバサダーとして活動するというミッションになります。そのミッションにすごい強く惹かれて応募に至ったんですが、もともと高校の時からずっとこう日本と海外をつなぐ架け橋になるお仕事や活動がしたいなっていうのも10年以上思い続けてきた中で、応募を考え始めた頃はまだコロナ禍だったので、思うような仕事に携われずにいて、こうもやもやした時期が続いていたことがあります。それで自分のやりたいことだったりワクワクすることをなんかしたいなと思って探していた時に、インスタグラムでミス酒の活動を見つけて、で、まさに日本酒を通じて国内外に日本の魅力を発信するという、まさにこう架け橋となるような活動をしているんだなっていうところに興味を持って応募しました。あとは私自身、大学のそのフランス留学中にパリの食品エキスポで日本ブースの商談の通訳をさせていただいたことがあって、でその時にやっぱり自分が大好きな日本食や日本酒を海外の方に美味しいって喜んでもらえたことがすごく嬉しく記憶に残っていたので、なんかまたそのワクワクしたことを水先だったらできるなと思ったのがきっかけです。本日はミス酒の研修であるなでしこプログラムの一日となっています。東京都福生市にある石川酒造様のお部屋をお借りして3つの講義を予定しています。なでしこプログラムは毎年ミス酒のファイナリスト向けに行われる教養講座になります。最終選考会に向けて約 3,4 ヶ月の間、もう毎週末のように研修を受けるんですけれども、本日は13回目のなでしこプログラムで、全部で20回あるのでまだまだ残り8回ですね。まずはやはりその日本酒の勉強をさせていただいたり、酒蔵見学をさせていただいたり、そういった日本酒に関連する知識や体験の勉強っていうのが多いです。でもそれ以外にも今私振袖を着ているんですけれども、こちら の振袖は全員こう自分で着付けをできるように着付けの先生に何回か習わせていただいて、日本舞踊も少し習ったり、そういうお作法ですとか、あと和紙を作ったり江戸切子を少し体験したりとか、そういうのもあります。午前はキャビアソムリエ協会会長の出口様よりキャビアナビゲーターの資格についての講義と試験をしていただきます。もうだんだん暖かくなってくる時期でキャビアがね、ちょっとオフシーズンになっていくんですけど、なんとかこうね、2尾だけ調整できてですね、皆様の、座学としてこういうふうに作るんですよだけではなく、目の前でキャビアを作れる、そんなパフォーマンスもいたしますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず一般的にですね、魚卵とは、魚介類の卵の総称のことを言います。塩分濃度のところでちょっとお伺いしたいことがあるんですけれども、 5% 未満だとこう日本酒に合うってお話だったんですが、こう塩分高めて旨味もこうグッて上げた状態の塩分濃度は僕は大体 3.5% ぐらいじゃないかなって思ってるんですよ。で、それであとは合わせるお酒に応じて
日本酒だったらもうちょっと 3.8% か 4% もあってもいいかなとかっていうふうには思いますね。まず水先の応募は全体で毎年1000名以上応募をいただいてます。今年は確か1200人ほどだったと聞いています。やっぱりこう去年の自分を思い出すというか、もう毎週毎週こう必死に準備して研修をこう頑張ってっていう日々を過ごしてたことを思い出してとても懐かしいです。午後は俳優であり日本ワインを愛する会の会長を務めていらっしゃる辰巳拓郎様よりワインの入門講座をしていただきまして、最近では山形県の甲州も素晴らしいのができています。鶴岡周辺、あるいは日本海沿岸とかですね、鳥取とか島根なんかでも出ていますし、日本各地で甲州があります。ワインを基準にするとやっぱり薄いんですね、水っぽいんですね。今回、ワインについても学ばさせていただいたんですけれども、私自身ソムリエ資格を取得しておりまして、ただなかなか日本のワインというものも飲む機会もすごい多くはないので、改めて日本のワインの文化を知ることもできましたし、今ミス酒として活動させていただく中で酒とのつながりというのも多く学ぶことができました。今日はありがとうございました。まずもう西崎の活動を通じてすごい、世界がぐっと広がりました。国内では関東、関西、中部、九州、沖縄、いろいろなところに行かせていただきましたし、海外もカンボジア、ハワイ、フランス、イギリスでの活動に参加させていただいて、各国 の、 その大使や大臣に日本酒をご紹介させていただくという大変名誉な機会をいただいたりしました。でこれからはマレーシアと韓国とガーナでも活動を予定しています。それはでもすっごい驚いたのは、そのもちろん日本酒のイベントだと日本酒を知ってて好きで足を運んでくれる方が多いんですけど、あらゆる食品が集まったエキスポとか、あとはなんというか、レセプションでその必ずしもこう日本酒を知ってる人が集まらない場所ですと、ぜひ日本酒どうぞっていう風にこうブースで提供すると、日本酒ってすごい強いお酒だよね、あとなんというか美味しい印象がないんだけどっていうことを一言目に言う方が結構多くて、それはちょっとショッキングだったんですが、それは驚きました。ただ皆さん一口飲んでいただくと、こういうお酒だったのって言って、美味しいねって言ってくれる方が多いので、それはすごい嬉しいですね。次の講座は、五十嵐先生より酒と菌と人類と気候についてのお話を伺います。よろしくお願いいたします。ここ数年では一度までにしなきゃダメだっていうふうに言われています。でとにかくそのもう温度を落とすっていうようなところをこれから頑張んなきゃいけないで、特にこれは実は農作物のためにこれを落とさなきゃいけないんですね。要はどれだけ私たちがいろんなものをこう作れるような環境になって新しい品種を作ったとしても、この温度の速度にはもう耐えられないんですよ。例えばブドウがプラス2度耐えられるブドウの品種ってあと多分100年は出ないんじゃないかと思うんですね。そうすると2100年までにここ2度まで保ったところでもうブドウは育たないっていう状態になっちゃう、世界中で。ちなみにお米もです。ちなみにそういうのを考えたときに、やはりこのこう気候変動っていうのはすごくそのお酒の話とかそういうものに関与してくるんだよっていうのはみんなには分かってほしいなというふうに思います。今五十嵐先生の講義が終わりまして、これから酒房の方に移動してチョウザメとキャビアと日本酒のペアリングの夕食になります。
前後はありますが、そうですね、13回振り返ってみると、まあ、それこそ本当に幅が広くって、まあ、力士の方であったりとか、あとは産婦人科の方にお話を伺ったりだとか、風呂敷で手ぬぐいで包み方を教わったりだとか、いろんなことを通して自分自身がものすごくものすごい勢いで成長しているなっていうのを実感しております。このなでしこプログラムで得た日本酒に対する知識ですとか、アンバサダーとしての役割をぜひですね、皆さんに発信していければなというふうに思っております。まず1000名以上の応募があった中から都道府県代表に選ばれたもう皆さんはもう本当に選ばれしものだと思うので、まずはおめでとうございますっていう気持ちを持っています。でも選んでいただいたからにはやっぱり各都道府県の代表として自分なりにどうやって貢献をできるかっていうのを精一杯考えて、で1年の任期を全うして活動してくれたら、私もミッサケの一員として大変嬉しく思います。正式な任期は次の最終選考会までなので6月の23日なんですが、ただ任期が終わった後も2022ミッサケとしていろいろ活動させていただく予定になってます。特に私はフランスに半分住んでるっていうこともあって、クラマスターですとかサロンドゥサケですとかいろいろフランスにはイベントがありますので、ミッサケが今度ドイツにヨーロッパ拠点を置くことになりまして、なので多分来年以降はすごくヨーロッパでも活動を拡大していく予定なので、そこのサポートをしていけたらと思っています。